3億多分4000万円ぐらいになると思うんですけど、まあ、これをちゃんと繰り越しの口座に移し替えるっていうですね、いわゆる基金っていう言い方するんですけど、まあ、それをするかどうかっていうのが一つ大津側の考えがあると思うんですよね、はい、でこれをじゃあやらなかった場合にどうなるかっていうと、総務省は金返せってなると思うんですよ。今日なんか大津側がその僕の会社で押さえた8000万円について、はい、あの先行で取りに行ってるじゃないかみたいなことがあったんで、まあ、そこについては、僕の会社はもちろん僕の会社から従業員の給料とかも出してたので、はい、もちろん8000万円もらう権利はあるとは思ってるんですけど、はい、まあ、そこについても民事再生をするということを知った時点でそれは取り下げてるんですよ。僕は民事再生が入ることを知ったので、その会社で払ってもらう8000万円は差し押さえを止めているんですよ。日が決まらないのも松戸裁判所、松戸地方裁判所、千葉地方裁判所松戸支部も民事再生の方を多分待ってるんだと思うんですよ。あ、マッチです。お疲れ様です。はい、どうも。ですね、自分は去年の夏の参議院選挙に候補させていただきましたが、今の現状だと政党助成金というのは使えなくなる恐れがある状況にありますよね。で、やっぱり自分も立候補者として、やっぱ皆様の一票が200ジェンとして党に入ったということで、それが使えなくなるというのが非常にすごい悲しいことなんですよ。で、もし、これ可能であればなんですけど、まあ、同意があるからなんですけど、立候補者、要するに NHK 党公認で立候補した人たちで集団訴訟みたいな形で、なんかその政党助成金がしっかりとこっちに入ってくるような動きっていうのはどうでしょうか。はい、まず使えなくなるっていうのは、まあ、今もちろん直ちに使える状態ではないんですけど、ただ、まあ、ただ正確に言うと別に、まあ、斉藤とおさんが両方反抗すれば使えるっていう状況でですね、でまずだから12月までに今年 その残ってる約3億4000万円ぐらいになると思うんですけど、まあ、これをちゃんと繰り越しの口座に移し替えるっていうことですね、いわゆる基金っていう言い方するんですけど、まあ、それをするかどうかっていうのが一つ大津側の考えがあると思うんですよね、はい、でこれをじゃあやらなかった場合にどうなるかっていうと、総務省は金返せってなると思うんですよ。ただ金返せとは言いながらも法的に請求してくるかっていうと、もし法的に金返せって請求してきたら普通に争おうと思ってます、まあ、もちろんこれ前提として代表権訴訟を勝つっていう前提ですけど、はいはい、だから政党助成金が使えないということは今直ちに2人の合意がなければ使えないだけで、使えなくはないんですよね。まあ、いずれ使えるっていうことは出てくるとは思います。でその訴訟に関してもちろん検討はしたんですけども、はい、そのいわゆる選挙で立候補しました、はい、票を取りました、はい、それに対してそのいわゆる各政治団体にお金を払いますって約束が、はいはい、これが法律上認められるのかどうかっていうのが、はい、寄付っていうのがそもそも保護されないんじゃないかっていうのがあって、はいはい、もちろんその集団で訴訟されるっていうことについては全然悪いことではないんですけども、まあ、一方でその民事再生手続きをもう、うん、民事再生をやっていますので、はいはい、まあ、それの調査員がそのサインをどう見るのか、あ、はいはい、こちらとしては当然こういう約束がありましたっていうことで、まあ、大津側はなんか支部になんか無駄なお金がいってるみたいなこと言ってますけど、はい、全然そういうことじゃないので、はい、それをそのどう見るのかっていうところ、うんうん、昨日の会見の中っていうかそのホームページの中に載ってるかもしれないんですけど、その NHK の被害に遭われてる方にも一切関与しませんみたいな形で、もし向こう側にお金が流れた場合っていうのは、要はね、大津側にお金が流れるっていうことは基本的には考えられないですよね、はい、っていうのは債権者がガチガチに抑えに行っているので、はい、
これがまあ、りそな銀行がそもそも、うん、今争ってるところなんでね、はい、いわゆるりそな銀行と大津側が争ってるわけですよね、うん、でこちらが、まあ、まさに斉藤君が入って17日かな、はい、がこれ4回目なんですよ。4回目から、まあ、途中で補助参加って入るんですけど、はい、じゃあこれで大津側が勝ってってなれば使えるのかな。ただ仮に勝ったとしてもその今1億7000万円の人とかも裁判していっているので、はい、いわゆるうちの支払い督促から始めてる人もいるので、これの総額が5億なんですよね、はい、5億ぐらいになるので、はい、まあ、そうするとそっちの方の裁判が先に確定すれば、はい、大津側は使えない、うん、で我々はだからそこを我々もちょっと逆に使えないんですけど直ちにね、はい、でもそれが債権者のところにか、まあ、戻れば債権者の方からもう一度貸していただくっていうことは我々には貸してもらう可能性はあるわけですよ、はい、だからそこで使おうっていう考えなんですよ、うん、で今日なんか大津側がその僕の会社で押さえた8000万円について、はい、先行で取りに行ってるじゃないかみたいなことがあったんで、まあ、そこについては、僕の会社はもちろん僕の会社から従業員の給料とかも出してたので、はい、もちろん8000万円もらう権利はあるとは思ってるんですけど、はい、まあ、そこについてもう民事再生をするっていうことを知った時点でそれは取り下げてるんですよ。まあ、だから僕の会社だけ先取りに行ったらもうまさにお前自分の会社だけやんて、まさになんか大津がそう言ってる時はもうその通りなんで、僕は民事再生が入ることを知ったのでその会社で払ってもらう8000万円は差し押さえを止めているんですよね。で民事再生になれば今マッチング言ったように町がもらえるお金っていうのがどういう位置づけになるのかっていうのが、はい、その裁判所が最初に決めるということなんですね。だからわざわざ裁判しなくても、うん、民事再生っていうのは、はい、いちいち債権者が裁判する不便を取り除くためにやってるので、はい、で、まあ、そういう意味では今松戸地方裁判所や松戸簡易裁判所に支払い督促をしていただいた方の裁判が日が決まらないのも松戸簡易裁判所松戸地方裁判所千葉地方裁判所松戸支部もその状況を知ってるんですよね。だからその民事再生の方を多分待ってるんだと思うんですよ。いちいち訴訟を、はい、やってこう、いわゆる期日開けてやるよりもっていう状態なので、特段今そこで集団で訴訟をしてもちょっと時期は遅かったかなっていうのもあるんですよ。いや考えたんですよ、それも考えたんですけど、党に対する裁判っていうのがあまり効果的ではなくて、はい、大津彩香個人に対する裁判なんかはちょっと効果的ではあると思うんですよ、はい、個人に対してなんでね、はい、だからそこはだからそのなんとか個人の方とかだとどんどんやった方がいいと思うんですけど、はい、まあ、自分は党の方がね、債権者の方々がやっぱりお守りしなきゃいけないっていうのもあるんですけど、自分からしてみたらやっぱり立候補とした立場としてやっぱり国民の皆様から投票していただいたっていう自負もあるので、そうそうですね、はい、だからそこでどうにかやっぱりその違うちょっと、うん、どうぞ、多分これ書いた方が分かりやすい、はい、多分頭の中のものを図に書いた方が分かりやすい。はい、お願いします。要はだから国政政党っていうのがあって、あえて国政政党って呼びますけど、これと政治団体っていうのがあるんですよね。で今こういう状況で国からいわゆる、まあ交付金ですよね、交付金が、まあ、年間 3.3億円、もう来月の20日には入って3億3000万ここに入るわけですよね。でこのお金が、ここに 10.5 億円を貸している人たちがいるわけですよね。もちろん給料の人もいるんでもっといるんですけど、でこの人たちの中ですでに 5.1 億円の裁判が提訴されているので、そうするとここにお金が入って、で正確にはりそな銀行に入るわけですよ、順番としてはね。でりそな銀行にこの 3.3 億が入って、りそな銀行は国政政党の大津さんと斉藤君の両方のハンコがあった時にはお金を引き下ろすって約束してくれてるわけですね。
だから 3.3 億りそな銀行に今年の末には入るんですが、それがなかった場合、じゃあ引き下ろしませんってなるんですが、どういう状況の時に引き下ろしをするかっていうと、この 5.1 億円の人が裁判勝てば一審でいいんです。これ一審で勝てばりそな銀行に請求すると、りそな銀行はここに払ってくれるということです。この説明でここで分かったでしょうかね。だから国は一応りそな銀行に入れるしかないんですよね。でりそな銀行に入ったお金がこの裁判した人がりそな銀行に取り立てればいいので、とすると国政政党の大津側にも斉藤君側にも入ってこないんですよ。でここから 3.3 億入ったお金がこの 5.1 億の人が取ってくれれば、この 5.1 億全部返ってくると思わないんですけど、この人たちがここに例えば2億でも入れてくれれば活動できるようになるんですよ、貸してくれれば。でこの政治団体が来年、再来年ですけども1年半後に、参議院選挙でまた 2% 取れば、ここが国政政党になるので、あとはここを吸収するっていうこともできるのでっていう、こう頭の中がちょっとこれ図に書いたらだいぶ分かりづらくなりましたけど、だからこいつが帰ってきたらもちろん済む、めちゃくちゃ話が早いんですけど、これがだから帰ってくるのがまだ1審2審3審ってやらなきゃいけないんで、来年の秋ぐらいまでは確定しないかなと思ってるんですよ。でその間にお金がここにりそなにどんどん、まあ、来年の秋ぐらいになると、まあ約、まあ、来年の末までいったら 6.6 億貯まるわけですよ、ね。で、まあ、もちろんこのお金が、まあ、これで民事再生が通れば、こいつはりそな銀行は管財人というか裁判所が指定した人には払い出してくれるんですよ。こっちか民事再生というのが通過されすれば、基本的には、まあ、裁判所の指定した管財人あるいは監督員の、指示で、まあ、承認で出せるということになります。でその時にまさにバチンとかあの分が認められるかどうかっていう感じになるんですけど、ちょっと今だから不確定要素が民事再生が通るかどうかっていうのもわからないし、まあこの大土権がどうなるかっていうのもわからないんで、いろんなバージョンを考えて対策をしていってるんですけど、今のところ大津がこのりそな銀行から止められてるんで、まあどこの向こうがお金を使えるっていう可能性はほぼゼロに近いと思ってます。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、不倫路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、何が何のお客にさ、多分何が女性の方もっと一発自信よ、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をテッカー。